アルビレックス新潟在籍4年目の MF 島田譲、32、がコーチ、春野の晴天の下で J1 リーグ開幕、18日に向けて準備を進めている。1月17日から始まったキャンプも残り1週間。今季も中盤の底からゲームをコントロールする経験豊富なベテランは、新技体で順調な調整ぶりを見せている。チームは今日5日、高知キャンプ最後となる練習試合4戦目、非公開を行う予定で仕上げ段階に入る、逃がすな。今季も島田の激しい声がピッチに響き渡る。新潟は6年ぶりに挑む J1 での戦いに向け、キャンプ地の高知で強度の高い練習を続けている。スタートから約3週間、疲労が溜まってくる頃だが、主軸としての責任感がベテランの体を動かす、頭も体もいい感じで動いている。ハードな2部練習が続くが、これがキャンプ。充実している、と笑顔を見せる。新型コロナウイルスがチーム内で拡大した昨季は活動が一時、休止となるなどで、この時期は急ピッチでコンディション、戦術を仕上げた。だが今季は入念に準備を進められている。ここまでの練習試合参戦を自分たちのサッカーで圧倒できる時間が多い、と振り返る。一方、1日の J2 秋田との練習試合に1対2で敗れたことには、うちが負ける時のパターンだった。攻撃面でピッチの幅を活かせればよかった、と反省点を挙げる。それでも、実戦を通して戦術のすり合わせはできている、と、この時期の敗戦を前向きに捉えている、左足から繰り出す正確なパスで攻撃のスイッチを入れ、守備では鬼気迫る表情で対峙、する相手にプレスをかけて、自由を奪う。セットプレーではキッカーを務めるなど、攻守で欠かせない存在だ。島田にとって J1 でのプレーは長崎に在籍した18年シーズン以来、5年ぶりとなる、小さい頃に憧れていた舞台に再び立てることが楽しみ。チームのスタイルも自分にも自信も持って臨む、チーム、そして自身の本領を発揮するために、開幕を見据える眼光の鋭さが増してきた、小林忠。